1977年の小平駅と周囲約500メートル範囲、上が羽幌方面。相対式ホームに面2線と外側に副本線、駅舎横の切り欠き上貨物ホームへ引き込み線を有する一般駅であった。駅裏のストックヤードには木材が望みされている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成小平駅は、 かつて、北海道ウルモイ郡小平町あざ小平町に設置されていた日本国有鉄道羽幌線の駅である。電報略号はお日。羽幌線の廃線に伴い、1987年3月30日に廃駅となった。1986年10月まで運行されていた急行は、ボロの停車駅であった。廃止時点で短式ホーム。 島式ホーム複合型2面2線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは駅舎側ホーム中央と島式ホーム南側を結んだ構内踏切で連絡した。駅舎側短式ホームが下りの1番線、島式ホームが上りの2番線となっていた。島式ホームの外側1線は側線として残っており、 その他一番線のホロ延ベ方から分岐し、駅舎北側の切り欠き木部分の貨物ホームへの貨物属性を一線有していた。職員配置駅となっており、駅舎は校内の西側に位置し、短式ホーム南西側に接していた。当駅が所在する地名より、地名はアイヌ語のキオピラウシペ、オヘラシベツに由来する小平シベが短縮されたものである。駅跡、 小平中央公園1999年時点で旧駅構内は小平交通公園として整備されていた。2005年以降は公園名が小平中央公園に変更されている。ありがとうございます。